ロクタです。コピーライターとして、クライアントと契約をする際に、お互いにとってメリットがある。そんなようにするにはどうしたらよいか。そんなことを考えたことってありませんかお互いの利益ロクちゃん、ちょっと、かっこつけてる。本当にお互いにとか考えてるんですか 自分にとっての意味じゃないんですかそんなふうに思われるかもしれないんですけどいやいやおっしゃる通りですよというよりウィンウィンつまりお互いにとって利益があるようにするためにあなたも自分の利益を考える必要がありますお互いの利益 誤解をしてもらいたくないのですがそれは自分の私利私欲を満たすためにとかクライアントを出し抜いてやろうとかそういう類いの考えではないんですよむしろお互いが満足できる関係を長期的に築いていくためにそういう発想を持つことがとても大事なんですねもしクライアントとあなたの両方にとって満足のいくような契約内容であれば お互いにとってメリットがある幸せな状態ですがクライアントがかあなたのどちらかにだけメリットがあるような契約内容だったら関係は長く続くでしょうか例えばあなたは雇われコピーライターでクライアントから仕事を請け負っています契約内容は完全請負い制で記事1本につき3000円の報酬 記事1本に8時間を要しますもしあなたがあなたの仕事がコピーライターのみである場合仕事をいただいているので仕方がないとか仕事をいただいているだけでもありがたいとか言って引き受けますかね仮に1日2本の記事を書いたとしても 3000×2 で6000円仕事が月20日あるとして仮定して 6000×20 で12万円。どうでしょう食べていけそうですかねちょっと厳しいですよね。コピーライターという職業は頭脳労働で多くのエネルギーを消耗します。え何日本人が日本語の文章を書くのがそんなに大変なわけ もしかしてそんなふうに思う人はいるかもしれないんですけど楽ではありません確かに慣れてくるとアイディアが泉のように湧いてきてまさに筆が止まらないという感覚を味わう人も中にはいるでしょうしかしそうではない人にとっては苦痛以外の何物でもないということもありますよ あなたは夏休みの宿題の作文をスラスラとかけたタイプでしょうかそれとも話をクライアントとあなたの契約に戻しますどうでしょう一記事3000円では生活していくのに厳しいという印象がありますよねそこなんですよつまりこの契約は 完全にクライアントだけが得をするような形にななっていますなぜならあなたが記事1本3000円コピーライターとして活動することに何らメリットはないからです長期的な関係を築くためにはお互いが満足とまではいかないまでも片一方だけに 大きな負荷がかかるようなことは避ける必要があるんですよね。ですから、あなたが、あなたも主張して良いのですよ。いや、良いというより、きちんと自己主張しなくてはならないんですよ。とは言っても、自己主張だけは一人前で、あとはチャランポランでは困ります。まあ こんなことは幼児でも分かることですが言っていることとやっていることが食い違っている人と人を人は違和感を感じるからですいいですか違和感を感じるんですよどうでしょうか俺は英語になる英語がペラペラになるために頑張ると言いながら数学の学習ばかりしている そんな人は英語がペラペラになりそうでしょうかなんか難しいですよね。わかりませんよ。もしかしたら数学の勉強で英語がペラペラになる何か画期的な方があるかもしれませんが、ま,あ、まずないですよね。気がついてるかもしれないんですが、人は結構あなたの行動を見てるんですよ。それも、 あなたが見てほしいところはスルーして、あなたが見て欲しくないところをしっかりときっちりと見てます。怖いですよね。ですから、あなたに必要なのはきちんと結果を出すということなんですよね。あなたが結果を出すことで、クライアントは初めてあなたのことを認め出すのです。そして、結果を出し続けることが、あなたが どどんどん価値を高くなっていくことを後押しするんですよ想像してみてくださいどうですか良い気分になりませんかそうその感覚を忘れないでおいてくださいお客さんが求めていることを与える このことがビジネスをする上で最も大事だとあなたは完全に理解しているでしょうかこれって本当に大事なんですよ。大事というか、相手が求めてないことを相手に与えるのは契約違反くらいの覚悟を持ってもらいたいんですけど、どうでしょうかあなたはある日、お母さんにドラえもんの漫画を買ってほしいとお願いしました。お母さんは言いました。いいわよ。 その代わり宿題をきちんと終わらせておきなさいね。お母さんはお買い物に行って17時に戻るからそれまでには終わらせておきなさいよ。あなたはうん、わかったと答えます。あなたはドラえもんが読みたいのでお母さんとの約束を守って頑張って宿題を終わらせました。 17時になって、お母さんが帰ってきました。ただいま。あなたはお母さんの方へ、ドタ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 と、宿題のノートを手に持って走り寄ります。お母さん、あのね、あのね、僕ね、宿題終わったよ。ほら、ほら、ちゃんと終わってるでしょ。ね、ね、見てよ、ほら。 お母さんはあなたが宿題をきちんとしていることを褒めた後にカバンから紙袋を出してあなたに渡します。はい、これ約束のもの。おお、ありがとう。あなたはおたけびを上げて紙袋を抱えながら自分の部屋に急いで戻ります。なぜならその紙袋には大好きなドラえもんのコミック本が入っているからです。 早く読みたくてうずうずするあなたは紙袋をビリビリと破いて中身を出します。と、その時にあなたは気がつくのです。何かが違うことに。まず、本の表紙の一文字目に、くと書いてありました。えくドラえもん、まさかの解明もう一度読んでみました。く、れ、よ、 デーンこれはドラえもんじゃなくてクレヨンしんちゃんじゃないかあなたはお母さんのところへ走り寄ります。お母さんお母さん、大変です。大変な事態であります。お母さんのもとへたどり着き、肩で息をしながらあなたは言います。あ、あのさ、お母さんこれ、ドラえもんじゃなくてクレヨンしんちゃんなんだけど、あれ、違ったかな でもあなたクレヨンしんちゃんも好きじゃないそれにドラえもんもクレヨンしんちゃんもどっちも似たようなものじゃないあなたは頭を抱えます。おー違う違うんですよお母さんドラえもんとくれああいいですかあなたはクライアントの求めていることに答えないというとこれと同じことなんですよ。ドラえもんと頼まれたらドラえもん 決してクレヨンしんちゃんを渡してはいけないのです。ろくちゃん、そんな当たり前じゃん。一そんなこと言わないでくれないなんかしらけちゃうよね。まあ確かにしらけるかもしれないんですけど、この簡単で当たり前のことが結構みんなできないことが多いんですよ。どうしか、どうしてかっていうと、相手が求めていることをきちんと把握していないから、なんですね。 どうしてお母さんがドラえもんではなくクレヨンしんちゃんのコミックを買ってきてしまったのかというと実はそこにミスコミュニケーションがあるからなんです知ってますか実はあなたの8割のコミュニケーションがミスコミュニケーションできちんと伝わっていないってことをえ嘘。自分が何かを言って相手がそれに応答したらコミュニケーション成立でしょ多分俺は95%コミュニケーションに成功してると思うよよく 話が分かりやすいと言われるし残念ながらほとんど伝わってませんまあ先ほどのお母さんの例は巷でよく耳にするというかなぜかダイレクトにピンポイントに頼んだものと別のものを買ってくるこれはもしかしたら世界共通ではないかそんな気がしてるんですけどその原因もミスコミュニケーションにあるんですよそれって知ってましたか いえいえ、知らないです。めっちゃ興味があるんで教えてください。はい。いいですか大きな文字で。ちょっと待ってください。ここでこの話題に入ってしまうと完全に戻ってこれなくなります。コミュニケーションについてはまたタイミングを見てお話ししますので、楽しみにしておいてください。そう。きちんと把握するってことです。 きちんと把握するために、あなたはクライアントからしっかりとヒアリングをするのです。ヒアリングがきちんと行われて、クライアントとコンセンサス、つまり意思の疎通が行われていれば、あとはそのことを実行するだけですので、そんなに難しい話じゃないんですよ。ただ、その内容を詰めるという行為は、人によってはストレスを多く感じてしまう。なので、まあいいか、となってしまい、結局曖昧な理解で進んでしまい、仕事が終わった後に、 実はこうではない。などという話になってしまうんですよね。一言で言うと、爪が甘いってことですが、俺、この言葉を言われると結構カチンと来てしまうんですけど、あなたどうですかあなた、爪が甘いよ。お互い、爪が甘いと言われないように、ヒアリングの段階できちんとコンセンサスを得て、クライアントを満足させる内容の仕事をしてまいりましょう。